日本三重県伊勢市豊川町豊川町付近の航空写真豊川町は三重県伊勢市の町名。郵便番号は 516-0042。2020年4月30日現在の人口は36世帯80人。地域内はほぼ豊家近江和牛の旧域であるが、南東部には住宅が点在する。伊勢市北部、伊勢の中心市街地である山田の中央に位置する。宮川と瀬田川に挟まれた高倉山登録の中脊平野に位置する。高倉山には音無山、狩沢ヶ山、助木山、高砂山、紀州山、鶴光二目越山、鳥歩驚山など多くの別称がある。明治と昭和の民家撤収により、町域の大半が伊勢神宮外宮の旧域となっている。旧域は伊勢市街地にありながら、新館としており、旧域の勾玉池は伊勢市民のオアシスとなっている。北は、八日市場町、市市町、本町、東は、岡本一丁目、岡本三丁目、南は、藤里町、朝日町、西は、裏口町、常磐町と接する。角川日本地名大辞典による。豊川町にある伊勢神宮外宮の創建は、留行儀式帳によれば有略天皇のお世であるとされる。留行儀式帳の伝承では、以下のような由緒が記されている。この伝承が史実であるかは疑わしく、伝承通り外宮が、後近江和宮より後で創建されたかどうかも不明である。創建時期はともかく、創建以来伊勢国造の子孫を自称する渡来氏が代々外宮の禰宜を世襲した。高倉山古墳、高倉山山頂には6世紀頃築造と見られる高倉山古墳がある。この古墳は円墳で直径32メートル、高さ8メートルあり、内部は横穴式石室になっている。天、岩戸と呼ばれ信仰の対象となっていた。豊川町の西隣にある八日市場町の恵比寿社から、下馬所と呼ばれる外宮一の鳥居前までの間は、城庫、斎王の通る道として仮小屋の支店を除いて、建物を建設することは許されなかったため、町は発達しなかった。その後、斎王制度の廃止により仮小屋が住宅となり、道路も二手に分かれ、次第に町が形成されていった。杉の落葉によれば、中世には、市場が立ち、市場の神を祀る恵比寿社もあった。この市は5日に開かれた。室町時代には、蓮華師僧儀が訪れ、岩淵町との境界に架かる下馬橋の前の柳の木を以下のように演じている。江戸時代には、伊勢国渡来郡に属し、下馬所、前の町、または山田下馬所、前の町と称した。文献によっては、下馬所と前の町を分けるものもあるが、山田12号を数える際には一つの町として扱っている。自治組織、山田三方の配下に置かれていた。山田三方絵画集の一夜である、山田王子家がここに居を構えた。町名の通り外宮前に広がる原野であったが、江戸時代より民家が増え始め、寛永17年に山田奉行の花房浩二が隣接する岡本町との間に新道を開いた。この時、外宮宮域の勾玉池ができたとされる。御子は24件あり、21万2000個もの檀家を有していた。江戸時代を通して火災が多く、寛文10年の火災では、町内の住持がすべて焼失し、その後再建されることはなかった。他にも、寛文12年、享保2年、明和元年に火災に遭っている。こうした中、外宮の防火のため慶安元年5月には、旧域整理が行われ、御成神社前まで立ち並んでいた民家を撤収させた。宝永4年10月4日に発生した、宝永地震では、山田全体で300戸が倒壊したとされるが、この地震の影響で、外宮境内の御池では、清水の流入が途絶えてしまったと言われている。茜社明治に入ると、禰宜の世襲制が廃止され、内務省所管の神宮寺長による任命制に移行した。時を同じくして、教部省は、縁儀式神明帳及び、延暦儀式帳に、記載のない神社を一律に、神宮所管から外し、渡来県及び、三重県管轄に移行する改革を行い、御成神社や茜社などが外宮から離脱する混乱があった。上、御成神社は神宮所管に服したが、茜社は氏子の同意を得られず、神宮に復帰することはなかった。学制発布により、1874年に館学校が町内に開校する。1877年に町名を豊川町に改めた。三重県立宇治山田商業高等学校の前身高野神宮農業館は、この豊川町で創立した。1889年、外宮前に新園を建設するために、民家127戸を撤去し、昭和の第二次世界大戦中にも民家の撤去が実施され、豊川町はほぼ全域が外宮の旧域となった。明治期に新園建設のために撤去させられた住宅地が前野であり、東西方向に通じる道路が4本存在した。1966年、住居表示の実施により豊川町の一部が分離、本町、岩淵一丁目、岡本となった。2003年1月25日、外宮、忌火宿が全焼する火災が発生した。2009年10月15日、外宮で行われる、日別朝湯大神祭りにちなんだ、新名物、5000丼の試食会が、豊川町で開かれた。仙宮館2012年4月7日、勾玉池前に仙宮館が開館し、外宮参拝者の増加に貢献している。2013年10月5日には、第62回神宮式年仙宮の中核行事で、ある戦後の儀が外宮で行われ、約4000人の特別奉拝者が見守った。同年10月13日には、外宮別宮の多賀宮で戦後の儀が再興された。豊川町は旧域を流れていた豊川に由来する。旧町名、下馬所、前野町は下馬所と前野町を合わせた名称で、下馬所は外宮前を通過する際に通行人が馬から降りたところであることに由来し、前野町は外宮前の原野に由来する。1643年以降の人口の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。1643年以降の世帯数の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。また、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1961年までは、三重交通新都線が町内を走っていた。渡来国御神社。ありがとうございます。